アメリカで行われたブリーダーズカップターフ、僅差の2着になったローシャムパークが惜しかったと話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。ローシャムパーク惜しすぎわらた。日本馬2頭が大本命馬を追い詰めた。最内枠から最後方に構えたローシャムパークは勝負の時までじっと我慢。直線で大外に持ち出されると鋭い加速を見せ、先に抜け出したレベルスロマンスにぐんぐんと迫った。惜しくも届かなかったが、世界に通用する実力を示した。中短で運んだシャフリヤールも直線で伸びて、昨年と同じ3着に入った。勝ち馬レペルスロマンスが今年4度目の G1 制覇。このレースは一昨年に続き2度目の優勝となった。勝てそうで勝てんな。出遅れなければあった。最後方で運んでこれかよ。マジでもったいねえ。マジであとちょっとだったな。田中が海外ダメとは何だったのか。シャフリヤール閉じ込めててわろた。相手が強すぎた。ルメールが乗るとほんと強いな。あれだけかかってても末足引き出せるルメールが意味わからん。直線短いのに追い込みとかルメール思い切ったな。最後方で全2頭に突っ込まなければな。ローシャムパークは出遅れが響いたな。最後方にいるときかかり倒してたな。ローシャムパーク刺さってなけりゃ勝てたろ。外回した分届かんかったけど、追い込みじゃなかったら潰れてたろうし難しいわ。これ戸崎ならな。戸崎なら勝ってただろ。やっぱ戸崎じゃないとダメだったな。戸崎のままなら3勝クラスすら勝ててない可能性もある。また戸崎さんが注目を浴びてしまう。いつものレースに参加しなかったってやつだな。うまく乗ってれば勝てたぞ。スタート出てたら詰まってたかもしれないから。で負け結果オーライか。今回に関してはで負けがいい方向に働いたんじゃないか。道中は惨敗だと思ったわ。シャフリを閉じ込めつつ上がっていくルメール鬼すぎわろた。シャフリ誰かに蓋されてるなと思ったらルメールかい。容赦なくシャフリアールを塞ぐルメール。日本人騎手なら叩かれてるな。もう全部ルメールに乗せればよくね。10メートル長かったらローシャムが勝てた。あと1カンポ直線長ければ。あんなでかい国なのに直線短すぎだろ。あら単勝外れたが素晴らしい競馬。差し展開なのに前々からさらに自分から動いて封じ込めるレベルスロマンス強すぎだろ。ルメールめっちゃうまいわ。よくあそこまで持っていったな。途中の上がりと直線までの持っていき方は神がかってた。天皇賞秋のドウデュースのような一騎だった。直線短すぎた。ドウデュースなら勝ってた。ドウデュースはこういうタフなババダメや。ローシャムパークがあそこまで走れてたのがその証拠。やはりがこのレースを勝った後にタイトルホルダーの調教師に行けば絶対勝てると言ってたからな。ターフ特に中距離はレベルが低いんだろう。ローシャムは来年国内専念してくれ。 G1 勝てるわ。こんな小回りで左右引いた以上は極端な競馬するしかない。中途半端なことしなかったのは悪くない。惜しい。ここまで惜しいとほんま悔しいな。決闘も決闘だし、ハービンだとしてもこれはさすがに種馬にするよな。守護馬入りしたとしても回ってくる牝馬がな、あまり明るい未来にはならなそう。守護馬になれるかでかい差の惜しい2着。まだ G1 に勝利だからな。ハービンジャーによる典型的なサンデー。金亀薄めエキサンクだが、ブリーダーズカップターフ勝ってれば守護馬入りもあった。イクイノックスがドバイでちぎったレベルスロマンスをドバイに続いてブリーダーズカップターフでも捕まらなかったか。レベルスロマンスは自在だな。カタールもそうだったが安城の意のままに動く。シャフリヤールの追い出し遅すぎて笑った。なんでローシャムより後方にいるんだよ。下がっていって最後方になった時終わったと思ったわ。外に持ち出せなかった。ローシャムパークに蓋されてたからな。シャフリヤールの進路潰してたな。同じ馬主なのに。シャフリは位置取り下げてやっと外目に出せたのに、その外からルメールに蓋されてスタートが遅れたのが痛かった。ルメール2周目1コーナーで口割って下がったのが痛かったか。ちょっと待ちすぎたな。足余したわ。東京乗りしすぎた。馬は本格化しとる。出遅れて最後方でかかりまくって、この着差はルメールの責任だわな。しかも同馬主のシャフリヤールの蓋をするとか。すげえ惜しいな。これ有馬記念出てきたらかなり人気背負うな。これで人気になるローシャムは自走どのレース使おうと派手に飛びそうだな。自走？戸崎が乗って4着までがセット。12ハロンでの変わり身を見るに来年はドバイかな。この馬連れて行こうとするのがすげえよ。それで結果出るんだからやっぱプロはすごい。古くはトレイルブレイザーが4着。日本の芝 G1 馬なら確実に勝負になると言われ続けて年月が経ち、里のクラウンが出るという噂もあったがやっぱり行かず、すでにピークは過ぎたシャフリヤールが3着でようやく扉が開いた。今回ローシャムパークが2着で今後は定期的に行くようになると思いたい。ローシャム級でここまでの勝負できるなら、前行けるホンオービスケットとかどんどん海外挑戦してほしいな。引っかかってるかもしれんが、あれで我慢させたからよかったちゃうんか。どうの時もそうだけど、戸崎と竹やルメールの差ってこういうことやろ。ドスローを最高峰。頭上げるわ、行きたがるわでかかってたな。
海外遠征で人気薄2着だから言われないけど、これ国内競馬で人気してたらクソ騎乗で叩かれてるわ。前で押し切ったレベルスロマンスが強かっただけで、前につけたら相当スタミナ削られるきついタフな馬場だから、後ろにいたのが逆に功を奏したんやと思う。あの位置にいたからこそあそこまでの足が使えた。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。